おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきましょう。前回でメインゲームの予選投票が終わりまして、ジョーくん、カンナちゃん、ソウさん、カイさん、サラちゃんの5人が選出されてしまいました。で、こっちで、で、これから最終決戦が始まるんですが、で、これから最終投票が行われるんですが、まだ誰が鍵番なのかっていうのをはっきりしていない状況なので、あとは私たちがね、言葉で殴り合ったりとかして、みんなが判断するんじゃないでしょうかってところで、じゃあやっていきましょう。刑事さんの議題からですね。はい。よーし、慌てずに行こう。役職を告白したい人はしてみようか。じゃあこの議題を選ぼう。あれだよね、まだ賢者が出てないんだよね。オーケーだ。カードに書かれた役職を告白したい人は順番に行ってみよう。対話展開。私は何も言うことないです。カンナちゃん。私も特に言うことはありません。ご自由に想像していただいて結構です。やれやれ、僕はカニ番さ。最初から言ってるのは僕だけだね。ねえ、ソウさん？ソウさんさ、前回からさ、すごい表現しちゃったからさ、君のキャラクター全然わからないんだけど。日和ソウってもう名前詐欺もいいとこだよ、君。正直言って、このニット帽は信用ならねえよ。心がズワズワするっつの。正直言って、このニット帽は信用ならねえよ。心がズワズワするっつの。ふん、俺はソウを信じてやるぜ。そしてこいつを守ろうとしているものが賢者。狙うべきだ。なんで賢者を狙うべきなんだわ。賢者は占いができるが、バレたらおしまいなんじゃ。ああ、こいつ賢者なら投票すれば助かるわってな。だから賢者は告白できないわ。にゃう。そうか、カンナが本気で死にたいんなら私は賢者ですって言うんじゃねえか。あと身の代って投票券2枚なんですよね。さっき2票の人が身の代なんじゃないですか。難しいにゃん。皆殺しは嫌だわ。ジョー君、何も喋らないけど役職は？知らねえっすよそんなの。ジョー君？ジョー君、いや、ジョー君が賢者だったら、いや、ああ、でもそっか。サラが賢者だって言っても、あ、違う、サラが鍵番だって言っても信用してもらえないだろうか。もしくはジョー君が身の代とかって可能性もあんのか。誰が身の代なんだろう。ジョー君身の代だったらもうだって確定で死んじゃうよね。それ絶対嫌なんだけど。大丈夫だよね？頼むよ。オーケー。サラちゃんは鍵番なんだよね。はい。よし、証言は出揃った。ここ一番、集中しよう、みんな。ああ、そうそう、サラちゃん。ルールおさらいしたかったらいつでも聞きなよ。時間はあまりないけどね。おー、なるほど。なんか全員から話聞きそうですね。ちょ、引き出していこう。ちょっとまずルールおさらいしていこうか。ルールおさらいしたかったらいつでも聞きなよ。カードの役職について確認してみようか。うん。鍵番は犠牲に選ばれたら全滅。身の代が犠牲になった場合は身の代の勝ち。好きな人と一緒に脱出できるが、他のやつは全滅だ。平民か賢者が犠牲に選ばれなければ、平民か賢者が犠牲に選ばれれば、みんなが助かる。選ばれた本人と身の代は死ぬけどね。こんなとこだね。ルールブックを見れば書いてあるよ。アイテム選択時、説明文をタッチすると2ページ目を読むことができますと。さて、正直言ってあのニット帽は信用ならねえよと。猫さんね。私もどっちかっつうと、理屈よりハートなんだ。あのニット帽はやべえ。話なんかまともに聞いてられねえよ。うん。一
秒未満の方は身の代から除外できると思ってたんですけど、そもそも皆さん2票以上でしたよね。特に言うことはありません。総さんの一件で信用がゼロですので、何か言ったところで誘拐犯側であることは認めるのですか？否定したところで信じてくださいますか？それでも一応確認します。否定しますか？はて、どうでしょうか。とぼけたこの発言。え、どういうこと？まあいいや、加えてもらうか。何か意味があるのでしょうか？難しいじゃん、皆殺しは嫌だわ。皆殺し、嫌な響きわ。その言い回しは銀が言い出したんじゃ。違うわ、こんな物騒な言葉遣い親に怒られるにゃ。じゃあ誰から聞いたんだ？予選投票の前に常任が普通に言ってたにゃ。シャラを選んだら確実に皆殺しになるぞって。なんだ、そういうことか。ああ、じゃあジョー君が賢者だって言いたいの？よくわからないけどいいわ。だって鍵盤だってもうなんか確固たる証拠がありそうな発言をしてたっていうことが言いたいんじゃない？違うかな。俺はそうを信じてやるぜ。そしてこいつを守ろうとしてる者が賢者、狙うべきだ。俺が思うに、そうの味方をしてるやつと言ったら俺ぐらいだな。まあもう選ばれる心配もないんだ、高みの見物だぜ。憎たらしいな。まあ加えてもらおう。何？別にいいが。全員まあ一応加えてもらっていいんじゃないの？目が怖いよサラ。今はこの人を相手にしている場合じゃないのか。そうだね、俺たちにとっちゃ賢者が一番投票しやすいぜよ。占いができれば唯一見分けがつくからじゃ。けど賢者と名乗らんかったカンダの行動は謎ぜよ。そうだね。喋ることなんてありません。頼むカンダ、何でもいい、情報をくれ。ごめんなさい。あー、ソウさんに脅されてるなこれ多分。時間がないのに。役職なんて知らねえって、そんな目で見るなよサラ。なんで言いたくないんだ？今さら俺が何を言っても怪しいだけだろ。だから言えねえ。特に発言が変わったとは思えないが、一応加えてもらおうか。ジョー、今の発言を加えてくれ。あ、は？同じことしか言ってねえけど。いや、似て非なる言葉だ。ん？銀くんとジョーかな。銀、もう一度今の話聞かせてくれるか。ジョー2が予選投票の前にシャラを選べば確実に皆殺しになるぞって言ってたわ。ジョー、お前は役職についてなんて言った？は？俺はむしろ言えねえって言ったんだよ。知らないを訂正して言えないになったな。ああ。言えない役職。そういうことだろ。ちょっと待ってくれよ、サラ。時間、少ないんだ。俺たちで言い合ってる場合じゃないだろ。これは、口に出していいことなのか。皆殺し、つまり、全滅の条件は、鍵盤か、身の代を選んだ時だけだ。そして、そのうちの鍵盤を知ることができる役職が、一つだけある。そう。それはバレてはいけない役職。それを、私の口からバラすのか。ねえ！これは、ジョー君が選ばれちゃうのは嫌だから、ちょっと何も言いたくないんだけど。え、ジョー君が賢者だっていう証拠はない。だって、賢者かもしれないし、身の代かもしれないよね。もしくは、賢者だって言ってほしい？
身の代で？いや、もうわかんねえ。ちょっと。ジョー君はどうしたいの？いや、言えないよ。私には無理だ。ダメだ。言えない。だって、ジョーが賢者だってバレたら、投票されてしまうじゃないか。そんなの、そんなのできない。言いたいことは、わかった。刑事さん。待ってください。違うんです。今のは、私の勘違いで。ジョー君は賢者だったんだよ、みんな。ジョー君はサラちゃんの鍵盤が見えた。だから全滅を確信してたんだ。もちろん、可能性が高いってだけだが、反論するかい？俺、やっぱ、隠し通すの無理みたいだ。ちょ、待って！ひどい。こんなこと。まだ諦めるわけじゃないだろ。当たり前っすよ。みんな、俺と約束してくれねえか。どういうことですか？俺は賢者だ。占いもやった。でもまだはっきりと占い結果を言ったわけじゃねえ。賢者は占いの結果を偽れない。だから、俺は、カギマンが誰なのかを言う。その代わり、俺に投票しないでほしいんだ。俺は乗るぜ。言ってみろ、そいつの名前を。そいつの、名前は、ジョー。え？ジョー君？なんだこの胸騒ぎは。もちろんサラだ。ジョー。よーし、あとはソウ、カンナ、カイの三人から身の代を。あの、私賢者です。は？ちょっと待って、展開についていけない。にゃん！占いの結果、ソウさんが、鍵盤でした。カンナちゃん。おい。いえいえ、私が賢者ですよ。サラさんが鍵盤でした。もう頭がぐちゃぐちゃわあと8分ですよ、皆さん。OK だ。5人は発言をやめてくれ。ここは一度おまわりさんとして話し合おう。急げ、時間がねえぞ。カンナちゃんはか、賢者じゃないね。カンナちゃんは絶対に賢者ではない。嘘ついてるからね。ソウとカンナは手を組んでいる。それは間違いない。刑事、カンナが悪巧みなんて無理だって。カンナはあのニット帽に利用されてるんだ。切り捨てる気なんだ。選んじゃダメだ。僕分かったわ。最後に役職を言ったロンゲエプロンも怪しいにゃん。絶対嘘ついてるわ。さっきはジョーの話を信じかけたが、あいつ本当に賢者かや。こんなわずかな時間で答えなんて見つかりませんよ。悔しいが、鍵盤の可能性のあるソウとサラには投票すべきじゃない。そうだね。どっちが真実かわからない状態で投票はこの二人にはできないはず。それはそう。しかし誰なら安全牌だと言うんだ。そうだね。自分だけ役職がなかったら消去法で選ばれるってきっと思ったにゃん。どうにかして役職を推理しないと。カードの内側を覗ければ役職がわかるのに。カードの内側？
ああ、発言に加えてもらおう。わかりました。そうだよな、これって見せちゃダメなのか。あ、でももう持ってないことになってるわ。カンナはあのニット帽に利用されてる。うん。あ、引き出せない。もしかしてニット帽はカンナを犠牲にして助かろうとしてるんじゃ。ありそうだね、この感じ。そこまではわかるが、二人の役職まではわからないね。判別する方法が何かあれば。まあ、存在するよね。本当かい？いいね。サラちゃんが方法を考えつくまで粘るかな。ジョーの話を信じかけたが、ジョーが身の代だってあり得る気がするぜよ。考えるんだ、考えるぜよ。そうなんだよ、ジョー君が身の代だっていう可能性もあるんだよ。これは討論、カードの内側を覗ければっていうのが存在する方法なんじゃないか。カードの内側？うん。もしかすると残り3分でーす。かけるか。みんな聞いてくれ、これが最後の議題だ。進展。ジョー君、君に質問する。ああ、何でも聞いてくれ。鍵盤のカードの内側、つまり絵柄は何が書いてあった？え？答えられるよね、賢者なら。ジョー君？どうしたんだい？その表情は何だい？やめて、ちょっと。もうなんか、嫌な未来想像して泣きそうなんだけど。さすが刑事さん、たった一つの質問で暴いちゃったね。甘く見ないでもらえるっすか。お。当然、鍵の絵だ。鍵盤だから鍵の絵。残念だね、本当に。カンナ。君はどう見えた？城前の絵でした。正解。鍵盤の絵柄は城前なんだ。最後の最後でボロが出たね、ジョー君。何言ってんだよ。俺はしっかりと見えたんだ、鍵の絵が。時間がない。これが最後のチャンスだ、サラちゃん。最後。そうだ。何度も発言を引き出してる暇はない。たった一度の行動でとどめの一撃を食らわせなければ全員の負けだ。ちょっと待ってよ。引き出しますか。何度も引き出せないって言ってたけど。やばい、どうしろってんだよ。いや、鍵の絵だったよ、ちゃんと鍵盤は。討論とかじゃないよね。どうすんのよ。ちょっとわかんないよ。どうしたらいいんだよ、もう。いや、カイさんはなんで黙ってるんだ。これさ、引き出したりする時間はないって言ってたから引き出すじゃないのよ、多分。で、討論って言っても、こことこことぶつかり合いは平行線になるだけなのよ。で、カイさんだと思うんだよ、私。何かするんだとしたらね。黙ってるから。でも、カイさんに何をすればいいのかわかんないのよ。黙ってるってことは、発言、まあ、嘘つけない。もし賢者だったらね、全員賢者って言ってるからね。嘘つけないから発言しないっていう選択肢を選んでるってなると、わかんねえ、アイテムとか使うんかな。これは
と1名の犠牲を決定しなければならない、これは違う。ルールブック、ルールブックの、役職の能力。占いの力でカギマンの持ち主がわかるが、占いの結果について嘘をついてはいけない。カギマンの持ち主がわかるだけか、これもしかして。ってことは内側の絵が見えたわけではない、だから言わない。確かに、あの、人狼とかもね、あの、人狼か人狼じゃないかが分かるだけで、どういう絵柄だったかとかっていうのが分からないものの方が多いんだよ、人狼のやつとかってね。この人は白でしたとか黒でしたっていうのが、あの、GM の力によって分かるみたいな感じだから、実際そのカードの内側に何が書いてあるかっていうのが見えないパターンも多いんだよね。もしそれなのだとしたら、カギ番の持ち主が分かるが、その占いの結果について嘘をついてはいけないだから、絵柄見えましたよって言えないんじゃないのか、これ。だから黙ってんじゃないか。これぶつけてみようか。これ違ったら多分あのゲームオーバーなんだけどちょっともうゲームオーバーでもいいや。なんかこれ臭いな。やってみよう。これが最後の行動になる。うわ、ちょっと こんなん出るとちょっとさどうしよう、深く考える。賢者は鍵盤を知っている。それが本当なら真実を話す者、嘘をつく者入り混じっているんだ。今さら発言を引き出そうとしても時間が足りないだろう。発言力消費で もっと考えられるんだ。いや、ちょっと消費してみよう。発言を戦わせるのも無意味だ。選ばれたくない人は時間稼ぎをするだろう。そうだよね。だからやっぱりこうしよう。行け、とどめを刺す。きたー、やったー、嬉しい。つまり本物の賢者はカイさんってことか。じゃあジョー君は何なの。身の代、ちょっと待って、もう、ああ、嫌だ、嫌な展開が頭をよぎる。今、私の頭に最悪な未来が描かれた。これは、確定ではない筋書き。不完全な穴を作った誘拐犯の意図。すべての推測が当たれば、終わる。終わってしまう。頼む。間違いで会ってくれ。私にはもう、前に進むしか、道がないんだ。カイ、さん。はい。占いの結果を、教えてください。よせよ、サラ。今さらカイさんの話を聞いても時間の無駄だ。俺を信じろって。カイさんは言わないんじゃないんです。言えないんですよね。何って。ルールブック2にはこう書かれていた。占いの力で鍵盤の持ち主がわかるが、占いの結果について嘘をついてはいけない。持ち主がわかるとしか書いてないんだ。そして、占いの結果に嘘をついてはいけない。本物の賢者には、絵柄なんて見えなかった。やっぱりそうなんだ。絵柄を言えない。カイさんこそが賢者なんだ。でも、だったら、なぜ、なぜジョーは賢者を装った？ジョー君、これ、ジョー君、やだ。ジョー君、これ身の代でしょ。
俺カイさんに全てを突きつける。絵柄を言えないカイさんこそが賢者です。命運つきましたか。へえ、カイさんが賢者だったんですね。くさん、やっぱカンナに嘘をつかせてたかよ。そんなことよりカイさんの話を聞こうよ。最後の話をね。絵柄の話になった時、危ないなと思いました。すっとぼけようかと思いましたが、もはや妥当性から投票の筆頭が私になるのは明らか。ですが、私は、死にたくありません。カイ、身の代は、ジョー君でしょう。ジョー？私には確信があります。賢者になり変わるような行動が見受けられた。だからこそお願いです。ソー君に投票してください。なんで僕？彼は危険な男です。必ずチームワークを乱し、みんなを危険に陥れる。私は確かに誘拐犯側と接触がありました。しかし、生かしてくだされば全てを話します。脱出に有用な情報は、私の手の中に。じゃあね、カイさん。みんな、騙されるなって、俺が、賢者で。投票の時間です。死後を慎むように。私を殺さないでください。こんなの、私が誰に投票してもみんなは予選投票で大丈夫だった人たちからしたら賢者を釣るのが安全牌ってやっぱり思っちゃうんじゃないかな。カイさん、入れたくねえな。そうくんさ、もう自分のことしか考えてないじゃん。いやでもそうなっちゃうか、もう。あ、全員の気持ちわかるから、なんか、もう誰にも入れたくない。カイさんは確かに誘拐犯側の人間だったかもしれないが、何か理由があったんじゃないかな。その協力してたっていうだけで、そのサラちゃんのことをお守りしたかったとかっていう感じなんじゃないのか。でもこの中でもし投票するんだったら、そうくんかな。もう完全な支援ですけど、カンナちゃんのことを脅してまで、なんか、いろんな策略を練ってさ、こうみんなの信頼関係をぐちゃぐちゃにしてさ、こういう考えのキャラクターももちろんいると思うし、いや、もちろんこういう考え方の人間はいるだろうし、別に誰も死んでほしくないんだけどね。多分私の投票意味ないだろうけど、ソー君に入れます。投票の受付を完了しました。集計結果を発表します。これジョー君自分に入れて
む。やだ。残念だったね。カイさんの負けだ。分かっていました。あなたに身の代の可能性がある限り、選ぶのはリスキー。そうか、そうだね。そうだよな。もうなんか私はもう完全にジョー君が身の代だと思っちゃってるから、ソー君に入れちゃったけど。それだけじゃないさ。もし、感情で僕を選んだら、それはもう自分の意志なんだ。その通りだよ。でもみんなは、理で選んだ。ひどいよね。この投票は自分の意志じゃないって。そういう風に、みんな自分をごまかしてるんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。さあ皆さん、楽しい答え合わせの時間ですよ。まず賢者、皆さん大正解、佐藤海さんでした。次に鍵番二人の激闘は見応えありましたね。なんと指導員サラさんでした。もうやめて。そして身の代、役目を全うできず死んでしまう方が、やめてくれ、お願い。じゃーん、タズナジョー君でした。その、なんつうかな。みんな、ごめん、騙しちまって。バカ野郎、何がごめんぜよ。お前さんは、俺たちのせいで、こんな、恨めしくねえのかよ。わかんねえよ。だって、みんな悪い奴には、見えねえんだもん。アリスさんだってきっと本当はいい人だと思うんだ。サラ、嘘だ、こんなのごめん、お前まで騙してた。ジョー、やめてくれ、信じない、私は。サラ、お前は俺に投票しなかった。それではっきり分かったよ。私はもうお前の中でみんなは仲間なんだ。だから、
力を合わせて頑張れよ。最後にさ、言いたいことがあるんだ。やっぱさ、男女だとこういうこと言いづらいしな。大好きだぜ、サラ。お前は俺の最高の親友だ。投票で選ばれた佐藤海、お前は前座だ。さっさと死ね。やだよ、やめて、本当にやだ。待って、待ってよ、ホエミ。いでよ、ミョロミョロ。なんだよ、ミョロミョロって。なにこれ。タズナ女王の血液をすべて吸い取っちゃえ。やだ、やだ、やだ。つながれた装置の動作に影響するボタンです。とにかく連打するんです。多ければ多いほど装置に影響し止まるかもしれません。貸して。さあ、ボタンを連打するんだ。助かるかもしれないぞ。本当に言ってんだろうね。嘘じゃないよね。どうしたらいいのこれ。え、ちょっと待って。こうか。こういうことか。お願い。これ、ちょっと、これ絶対無理じゃないの。やだ。ジョーくん。お願い。お願いだから。ねえ、ダメだって。やだよ、やだ、やだ。生き絶えた。蝶、お願い、返事して、目を開けて。涼子が、親が帰る。
しょう。一緒に、学校に、涼子と、ボタンを一つ押すたび心が壊れていく。ダメだって。まるで心を金槌で砕いていくように。もうやめるんだ、サラちゃん。もう、いいんだ。泣いてるところも、なんて可愛いんでしょう。惜しかったですね。もう少しで止まったかもしれません。ひどいよ。初めから助けるつもりなんてなかったくせに。ちょっとごめんなさい、喋れない。泣くことないのですよ。あなたが頑張ったおかげで、タズナ嬢は少しでも長生きできました。あなたがボタンを押した分、ジョーは長く苦しんだのです。ごめんなさい。あら、つまらない。壊れてしまいましたか？まあ、いいでしょう。あなたに構ってる時間はないのです。メインは佐藤海。あなたですからね。残念ながら、あなたの好き勝手にはさせません。海さん！死は、自らが下します。持ってた包丁、か。貴様！何勝手なことを。調理室の包丁か。自殺なんてさせてたまる。うらぁ。くそ、話せバカ力が。ふざけろ、死んだって話さねえでよ。くそ、これじゃ装置が起動できない。サラさん、聞こえていますか？じゃあ、私が、こんな。聞きなさい、サラ！これは、抵抗です。誰一人救えず、敵の思うがままに命をもてあそばれ、死んでいく私たちの、か細い、抵抗の一撃。けれど、大きな反撃の一歩。これはあなたが時間を稼いでくれたから踏み出せた一歩です。海さん、決して無駄ではないのです。あなたに託します。私たちの悔しさも、希望を。私は満足です。海、
これサラちゃんかな。タズナくんって今日が誕生日だっけ。え、よく覚えてんな指導員。つーかジョーでいいって言ってんじゃん。じゃあそっちもサラって呼んでよ。これあげる、ジョー。わ、なんだこの可愛いの。犬のキーホルダーか。あ、いつも胸ポケットに入れてたやつ。リョウコって友達とゲームセンターで撮ったんだ。あげるね。じゃあ卒業するまでここにつけとくわ。そんなに？募集されないようにね。ありがとな、サラ。残り9人。サラはどうだ？うなされてます。僕、サラ姉ちゃんのそばについてるにゃ。私も行きます。何ができるかわかりませんが、それでもそばに。ああ、そうだな。今度は私たちが力に。次のフロアに行くまで皆様しばし休憩してください。え、帰れるかですって。面白い冗談ですね。まだ始まったばかりですよ。楽しみましょう皆様。カイ、お前さんは本当に悪いやつだったのかよ。悪いことなんてのはくだらねえことだ。お前さんはそんなくだらねえやつには見えんかったぜよ。わからねえ、わからねえよ。すべてを知りたい、そう言ったのは君の方だ。もう嫌です。サラさんを悲しませないでください。あなたはジョーさんの言葉に何も感じなかったんですか。僕は、おい、お前警察官っつってたよな。それが何か。警察官なら殺人事件に詳しいんだろ。担当してればね。俺が起こした事件を知ってるか。なぜ。アリスさんの声ちょっと変えるかもしれないですね。ただの偶然だと思うんだが、俺は昔一人の人間を殺した。被害者の名前は。それは、え、日和そうだ。は？一章後編をクリアしました。このまま二章前編を開始しますか。いや、無理、無理よ。無理よ。はい。一章後編をクリアいたしました。辛いです。ちょっとこれ実況続けられるかわかんないぐらい、ちょっと心が苦しい。いやー、
でも、ジョー君が大好きだって、頑張れよって言ってくれたから。やらないとダメだ。絶対クリアします。もう、絶対死んでほしくないって言ってた人が、一生で死んじゃったよ。もう、嫌な予感してたんだよな。これ2章からもどん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 辛くなる気がする。ジョー君にはちょっとサラちゃんのこと見守っててほしいね。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ちょっと長くなっちゃったのでね、前編後編に分かれてるかもしれませんが、次回から第2章入っていきたいと思います。ということで、また次回。オスピオです。ありがとう、ジョー君。